ラウンのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。新しい年の始まりっていうのはやっぱりなんだかワクワクするじゃないですか。特に私みたいなスーパーお気楽のお天気系の人はなんかいいことが始まりそうな気がしちゃってね。それで今日は取ってある新聞の切り抜きの中から新年らしく、おそりゃあめでたいって思った記事をちょっとご紹介したいなと思います。といっても宝くじが当たったって系の話じゃないんですよ。長寿ネズミゲノム解明。まあね、長寿というのは人類の果てしなき夢ですからね。昔も今も不老長寿の何々とか言うとつい買ってみたり試してみたりしたくなっちゃうわけですが、思えば150年も生きてる人は絶対いないんですからね。いくら10回リライフしたとしてもそりゃ無理ですわ。しかしね、このネズミの長生きは半端ないですよ。一般的にネズミやラットの寿命は2年から4年ぐらいなんですけど、アフリカに生息するハダカデバネズミ、なんかすごい名前っていうか気の毒な名前だなと思ってネットで見ましたら、マジそのまんまなんですね。名前つける方もこういうしかないと思われたんだと思いますよ。体毛のない裸状態で前歯が出ててね、裸デバよね。それでねこのネズミの寿命なんですけど、なんとびっくり約30年と際立って長いんですね。普通のネズミの10倍ですよ。ってことは人間にしてみると平均寿命を80歳にしてみたって800歳まで生きるってことですよ。どうしましょう、疲れそうですね。というわけで、だいぶ前からこのネズミのゲノム解明が注目されていたんですね。そこでこの度アメリカのハーバード大学などのチームがその解析に成功したそうです。しかしですね、このネズミさんたちはまず地下で暮らしてるんですね。空気中に含まれる酸素が少ない地中で生活できるようになってますし、驚くことにはがんになりにくい特徴もあるんですって。こりゃすごいわ。人類が手に入れたい長寿とがんにならないという2つの願望をすんなりと遺伝子の中に持ってるわけですから、こりゃ調べたくなるのはよくわかりますね。それでね、この度のゲノム解明解析で分かったことは、このネズミ特有の遺伝子が細胞の寿命を調節しているテロメアと呼ばれる染色体の先端部分に作用して長寿につながっている可能性があることが分かったそうですいきなり言われてもね、何のことだかさっぱりって感じですよね。なのでちょっと調べてみました。あのね、テロメアは DNA の一番端っこについている部分で、細胞分裂をする際は DNA を全く同じようにコピーして2つの細胞になるわけだけど、この端っこのテロメアだけはコピーするたびに短くなっていくんだって。そしてある長さになるとその細胞はもう分裂するのをやめてしまう。これはテロメアが短い不安定な細胞のまま分裂を続けると発がんなど生命に危機をもたらすので、先に自滅するという自己防衛システムと考えられているそうです。ここまでは偉い、実によくできてるなって感心するけど、これはいかんじゃないですか。テロメアを修復するテロメラーゼ酵素っていうのがあるんですけど、なんとこれがね、正常な細胞には働かなくて、がん細胞にはめっちゃ働いちゃうんですね。
それでがん細胞はどんどん分裂して増殖し続けると。っていうことは全身のすべての細胞ががん細胞になったら細胞が死なないわけですから、絶対死なないっていうか死ねないってことじゃない。いや話は戻って、裸デバネズミさんですけど、脳や肝臓、腎臓で働いている DNA を調べた結果、加齢とともに変化する他の哺乳類とは違って20年経っても生まれた直後とほとんど変わらないことも分かったそうです。いいね、人生の3分の2までは子供のままの元気さでいられるんだ。人間で言えば50歳ぐらいまで。さあ、それではこの裸デバネズミさんの DNA をなんとか人類にいただきましょうか。しかし一生地下で暮らすのもやだしな。まずお姿もどこか似てきちゃうともっとやだしね。ってか、明日は窓の向こうにレインボーブリッジ。
これで終わり。また来週も聞いてくださいね。レッツリライフ。リライフ談話室。脚本パーソナリティはムーラ。制作編集はアンディでした。